緒ですが、フルハイビジョンではじゃなくて、ただのハイビジョンで撮っても1分20秒を超えてしまうと100メガを超えてしまうので、大体1分10秒や余裕を持って1分前に、1分前後に動画を止めているのですが、ということなんですが、この採用のダクテ DMX-CZ11 というやつは、動画が撮れる、まあ、ビデオカメラというんでしょう、まあ、ビデオカメラですね、そのまま別に。ビデオカメラが動画を撮るもんなんで、何でも普通のような言い方なんですけれども、これを使った感想としては、画質は最初はいいかなと思ったんですけど、やっぱり安いだけあったなと思いました。2万円くらいで買ったと思うんですけども、まあ、線路など遠くのやつを撮ると、どうも線路が歪んでしまうのです。それがおかしいなと思いました。それが全然直らなかったのです。やっぱりおかしいなと今でも思っていますが、でハイビジョンで10分の動画とどうしても細切れになった動画6個ぐらい出てくるのですというのは、まあこれはハイビジョンの動画、ハイビジョンで10分撮ると100メガに直すと、まあ、600メガバイトということを言いたいのであって、で100メガの動画が6個出てくるということなんでしょう。10分間撮ったら 1.2 ギガぐらいになりそうな感じがするんですけども、まあ、これは適当に出したので6個くらいというふうに書いてあるのかなと思いました。で、DMX-CJ11 という機種が、どういう機種だったかな。まあ、この機種、まあ、いや、そうですね。何が言いたかったのかというと、まあ、特に、上の方行っちゃった。特にまあ関係ない。随分青いレバーが、この今こうやって喋ってるんですけど、右の方には、行きなと思いまして、前使ってたヘッドセットはそんなに右の方に行かなかったんですけども、これ突然この、まあ、普通に喋ってるんですが、前のヘッドセットと同じように喋ってるんですが、随分レバーが、まあ、なんでは感度がいいのかなと思っています。で、今使っているこのヘッドセットなんですけども、話があっちゃこっちゃ飛びますが、 MM の HS-USB7 ホワイト W という、あ、もう一回言いますが、 MMHS-USB7W という USB ヘッドセットホワイトで、サンワーサプライ株式会社から出ているものなんですけども、まあ、品番が MMHS-USB7W という機種なんですけども、機種というか、まあ、ヘッドセットなんですが、まあ、Amazon のレビューなどを見ていると、コントロールスイッチがあるんですが、そこの部分が熱くなるということです。で、取扱説明書にも、ここは40度になりますが、故障ではありませんというふうに書いてありましたし、なんて言うんだろう、1ヶ月ぐらい使ったら壊れてしまったんだとというレビューがあったので、どうなのかなと思いました。ただ、そのコントロールパネルのところのコンセントっていうんでしょうか、線のところがちゃんと補強してあるような感じがするので、前使ってたのが断線してしまって、ケーブルがむき出しになってしまったんですけども、これは補強がしてあるから、もう、まあ、なんていう寿命が長いのかなと思っているんですが、まあ、とにかく使ってみなければわからないですね。まあ、最近使い始めたので、どの程度に、耐久性があるのかというのはちょっとわからないんですね。ここは入れましたね。で、パソコンですね。1社目のパソコンのスペックが低いですが、セールの 1.4GHz、メモリーは 1.12 という、これは確かノートパソコンですね。東芝のダイナバックですね。530LL だったと思うんですけども、でメモリーは256なんですが、それを増設して 1.12GB というふうにします。なかなか動画が